風呂へ覚醒した。聞いてるの？お前覚醒したやろ、うん、あれここどこってまだまだドテンってなった。そうですね、意識は朦朧としてる状態なんで、うん、分かりました。ちょっとこれぐらいな、ちょっと待って、これぐらいとかちょっと、あ、いいですよ。いいですか、うん、この方がいいな。一応、あ、もう、うん、あ、はいはい、こうやって残しといたので、もしよかったらお持ち帰りになるかな。はい、すぐにそのままケースに入れたんですけども、一番大きいところが皮膚の根元から取ってる分で、上の部分が上のちょっと持ってたやつのかけた、この出来物を、まあ、ね、はい、持ちながら、やっぱそうですよね、保持しながらやってたので、やっぱこれ時間経ったら結局また血出ますよね、あの残してたら。あ、出ると思いますね。パギンって割れてね、うん、多分取ってもらって多分良かったと思うけど、うん、やっぱりそのパキってなった時にじわーってやっぱ出てはきたので。ですよね、うん、そうか。でもこれはどうしたらいいんですか。もしよかったら、まあ記念に持って帰ってもらってもいいかなと思いますし、いらなければもうそのこちらで破棄もすることもできますけども。あれやな、覚醒が遅いんやな。そうですね、いいや、ゆっくりしとき、ぼーっとしときな、大事や、そういうの。そうか、短い麻酔でもこうなるんか。この子はでも特に抜けがちょっと悪い、ね、悪いですね。へえ、それも初めて分かったから、うん、ちょっと良かったかもしれん。ちょっと抜けは悪いか、うん、オペ自体はもう10分とかだったんで、うん、いやのにまだね、もうだって1時間そうですね、半ぐらい、いや、もっと2時間2時間ぐらい経ってるのに、多分ここまで覚醒が遅いっていうのは、体温も問題ないようであれば、おそらくその吸入麻酔の抜けが悪い。なるほどね、うん、あ、完全に手も冷たいですもん、いつもより。ちょっと多分あれかな、時間ほんまに見てやったらですよね。無理してた分でいいよ。頑張ったな。ありがとうございます。体の一般状態的には全然いいですか。いや、逆にこれ年いってからやらんでよかったですね。そうですね。そうか、イボ取るだけでもかなり重いイメージつきましたね。こいつがこんなに覚醒遅延にならないんですけどね、基本遅延してますよね、確実にね、うん、覚醒遅延ですね、低血圧とか低体温もない。うん、ちょっとあんまり覚醒遅延なんで、あの交感神経ちょっと高めてあげる薬だけとしてもらったら、はい、はい、大丈夫です。何時間だかな、行ってなかったんですよね、すぎますもんね。ちょっと行ってもいいかな。そんなすごい量入れないんで安心してくださいね。薬に反応せえ。交感神経をこう促進するお薬なんで、今ってもこう麻酔で寝よう寝ようにいってるんで、その逆でしっかりとこう体を動けようっていうお薬ですね。あれ、あのソファーでもいいですか。どっちどうしましょう。移動するんやったら、そうですね、その方が。いや、でも高齢になった時にどうなるかっていうのはちょっとなんか見えてきたので、うん、よかったかも。今の年齢でこれやったら10歳超えてくるね、もっともっとですよね。プロA覚醒した。聞いてるの？お前覚醒したやろ。
あれここどこって、うん、覚醒したやろ。おてて抜くなってきたで、うん、よだれもなくなってるやん。まだドテンってなった。これいけるか下、うん、お前あれやろ、薬効いてないふりしてるやろ。効いてるやん。おやつ食べる。ご飯食べる。ほら耳動いた。レントゲン上は何も問題なかったです。なかったですか。肺も綺麗ですし、あ、よかった。心臓も全く問題なかったので、よかった。全然あのそっちは大丈夫でした。出てはほら、おーすごいやん。分かってきたやんか。出てきてるやん。ちゃんと日本語分かってきたやん。起きてきてるな。起きてきたんな。これぐらいやったらいつもな対応するもんな。よかったよかった。ちょっと覚醒してきた。だいぶマシですね。ペテが分かるのはええよ。誰ももう全然出てないし、うんうんうん、いけるぐらい足りてない。足りてないよ。ペテは、はい、ほら分かってきたよ。普通の音できる？できへんな。さすがにできへんな。パパやで。ちょっとあれやな、正気に戻ってきたな。よう頑張ったよ。